JBC クラシック2022帝王剣に詰まった逆転候補を探してみた。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ研究所の柳生でございます。本日はですね、地方競馬の特別編といたしましてですね、通常の5分でわかる外球データ分析ではございません。もうただただ JBC クラシックの予想を楽しむ動画でございますので、ビールやおつまみ用意して楽しくご覧ください。なるべくね、コンパクトにまとめていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずメニューなんでございますけれども、1つ目、盛岡 2000m 開催を分析ということでございましてですね、今年ね、盛岡の 2000m で開催されます。過去ですね、2014年 JBC ね、盛岡で開催されてるんですけれども、そちらのコースとね、盛岡の 2000m で開催されますクラスターカップ、この2つのね、レース傾向をちょっとね、分析していきたいなと思います。そして2つ目でございますけれども、JBC クラシック2022、出走有力馬の診断ということでございましてですね、帝王ケインズ筆頭に、今年ね、帝王賞馬ね、名将ハリオであったりとかですね、海外でも活躍したクラウンプラウド、そしてですね、地方実績のある馬たちがね、出走することになっておりますので、ね、その辺確認していければと思います。なおですね、外球の過去データ分析ですね、中央競馬に関しましては、重賞レースのレース前日19時までに第2手送りさせていただいております。下の概要欄から1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。さあ、それではね、見ていきたいと思うんですけれども、こちらが盛岡の 2000m というコースでございます。左にね、ちょっとコース図を作ってみたんですけれども、4コーナーのね、奥からスタートしていくんですけれども、もうね、いきなりね、上り坂なんですよね。どうしてね、広いコースではあるんですけれども、向こう上面ね、じっくりね、登っていって、でね、やっぱり特徴的なのが、最後のね、直線に入る前のカーブなんですけれども、ここがね、結構4メートルの下りになってるんですよ。なので、ここでね、一気に加速していくんですけれども、最後がね、またね、坂っていう感じでね、かなりしんどいですよね。勢いついてコーナー行ってね、よし、行くぞーみたいな感じになってたら、最後、坂だーってなるような、そんな感じのコースになっております。結構ね、こう見てるよりもスタミナをね、問うようなね、そういうコースになってるんじゃないかなと思います。そしてですね、過去の傾向なんですけれども、盛岡で開催されました2014年の JBC クラシック。こちらがですね、コパノリッキー、クリソライト、ワンダーキュートっていうような着順だったんですけれどもね、これ意外とね、ちょっと人気決着じゃないかっていう感じで盛り上がれないかもしれないんですけれども、最初から5番手以内の JRA 組で決着してました。なので、しっかりね、前に行った組がそのまま、強かって決着しちゃったっていう感じになってました。枠なんですけれども、枠に関しては特に差はなかったかなっていう感じでございます。そしてですね、今年のマーキュリーカップの結果でございます。2番人気1着のバーデンバイラーが勝ちまして、7番人気で2着のテリオスベルト、10番人気3着のバケーションという感じでですね、穴馬がね、2頭絡んできたよという感じのレースでございました。共にね、この2頭が内枠だったんですよね。そして、しっかりですね、コーナーで、下りを生かして7番手だったんですけど、そこから進出してきた7番人気テリオスベルが激走ということでございました。そしてですね、3着のバケーションに関しては、地元の馬ということでございましたので、ジョッキーも乗り方は分かったし、馬もこのコースはもう分かってたっていうような感じの結果でございました。なので、ちょっとね、狙っていく、その盛岡の 2000m に合ってるっていうことで言うと、内枠からコーナーのね、加速を生かしていけるような馬、こんな馬ね、狙っていくのが面白いんじゃないかなと思っております。さあ、それではですね、人気上位の馬をね、確認しまして、最後はですね、地方競馬オリジナルの野球のおすすめ馬、ご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、人気上位のチェックということでございまして、帝王剣一でございます。はい、今回もね、松山騎手が騎乗するということになっておりますけれども、左回りではね、本当に崩れない馬なんですよね。国内ではね、左回りコースで5戦4勝3着1回、馬券内率でも 100% でございましてですね、東京大賞典、金沢開催の JBC クラシック、そしてですね、帝王賞と右回りの地方と海外で、本格化した後、敗戦したっていう程度でございます。なのでね、左回りにコースが変わるっていうのは非常にいいことでございます。そしてですね、下りから直線に入ってくるこの馬ね、中京が得意だったんですよね。チャンピオンズカップ、本当に強かったですからね。盛岡競馬場も先ほどお話ししましたように、3コーナーから大きく下っていって、最後は直線に坂が待っているようなコースでございまして、中京とね、同じ感じかなと思います。もう中京コースではですね、名古屋城ステークスチャンピオンズカップ、さらにですね、59キロを背負ったね、平安ステークスでも、2馬身半ですね、もう完勝ということでございました。かなりね、こういうコース形態得意としているかなっていうことはあります。なので、
ちょっとね、今回人気だと思うんですけれども、軽視はできないっていうか、まあ、逆らえないかなっていう気はします。まあでもね、一発開ける馬もいるんじゃないかなということで見ていきたいと思うんですけれども、じゃあね、その狙っていける馬、ここが心配っていう部分でございますけれども、やっぱりね、本番は先なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、下半期のダート路線っていうのは JBC チャンピオンズカップ東京大賞典っていうところからですね、まあ、選択できる感じになっているんですけれども、まあ、昨年のね、パフォーマンスからもチャンピオンズカップがベストの舞台かなとは思われます。でですね、まあ、間隔がね、チャンピオンズカップはね、まあ、1ヶ月ぐらいしかないので、まあ、どこまでね、ここで仕上げてくるかっていうところもございます。もうね、バキバキに白いってきてね、まあ、余力がチャンピオンズカップでなくなるみたいなことがあったらね、これは本末転倒だと思うので、本番はね、先の可能性があるかなとは思っております。なので、本番は先の可能性も適正は大ということでございますですね。まあ、馬券内にはね、走ってきそうな感じはするけれども、まあね、勝ち切るかどうかまでは、バキバキに仕上げてこないと思うので、まあね、付け入る隙はあるのかなっていう感じはします。そして次にですね、2頭目でございます。こちら、名勝ハリオでございますね。まあね、今年の帝王賞ね、勝ちましたのでね、まあ、G1 馬でございます。まあ、タフなレース好みで距離を伸ばして G1 制覇ということでね、ご紹介させていただければと思います。まあ、もともとね、1400m 線とかを走ってた馬なんですけれども、まあ、1800m のミヤコステークスで初重賞制覇となりました。まあ、そこからはですね、1800m 以上を使われてきて、もう重賞も3勝。で、帝王賞では初の 2000m でしたけど、これを完勝したという流れでございました。そしてですね、ここがすごいのポイントでございますけれども、帝王賞馬ね、帝王賞を勝った馬は、盛岡の 2000m と相性がいいんですよ。というのは、2014年1着のコパノリッキー、3着のワンダーキュート、これどちらもね、帝王賞馬なんですよ。そしてね、さらに2着のクリスナイトなんですけれども、この馬は帝王賞で2着馬で、同じ大井の 2000m のジャパンダートダービーの勝ち馬でございました。なので、大井のね、2000m G1 との相性っていうのは、もしかしたら盛岡 2000m、めちゃくちゃいいのかなと思いました。なので、まあ、舞台相性もね、かなりいいんじゃないかなと思います。そして、ここが心配ということでございますけれども、重賞勝ちがすべて右回りなんですよね。とにかくね、堅実なタイプなんでございますけれども、まあ、ミヤコステークス、マーチステークス、帝王賞と右回りで3勝してるんですよ。で、左回りの中京ですね、チャンピオンズカップ7着、平安ステークス3着ということでございましてですね、まあ、左回りのこの中京のね、平安ステークスなんですけれども、帝王剣術はね、金量差2キロ差あったんですけれども、5馬身差ということでね、しっかり離されております。なので、左回りになっちゃうと、これね、帝王剣術を逆転するかって言われると疑問かなっていうところはあります。まあ、ただね、今お話してたみたいに、チャンピオンズカップよりは陣営的にもこっちの方がチャンスはあるんじゃないかなと思ってるはずなので、仕上げに関してはこっちが上回る可能性はあるかなと思います。それではお待たせいたしました。ヤギウのおすすめでございます。今回はクラウンプライド。上げさせていただきました。父はリッチザクラウンで、母父がキングカミハメハということでございます。騎乗予定は福永雄一騎士となっております。まあね、おすすめでございますので、ここがすごいはね、2つ紹介させていただければと思います。まずですね、世界を制した馬が急上昇ということでございましてですね、まあ、ドバイね、遠征したんですけれども、まあ、3歳馬がね、集う UAE ダービー、これを制覇しました。まあ、レースにはね、サウジダービーを勝ったですね、パインハーストとかも出走していたんですよね。で、前走はですね、帰国初戦ということでございましたけれども、これを叩いてね、一気に上昇という形でございます。最終期にはね、福永騎士も騎乗しておりまして、まあ、立冬の、ね、コースでね、馬なりに追われて、7波乱 97.3 秒ということでございまして、自己ベスト。そしてですね、姉妹もしっかりですね、まあ、垂れちゃう馬っているんですけれども、12.2 秒ということでですね、きっちり仕上がっているかなと思います。馬自身もね、最後までね、しっかりね、走れておりますので、状態面に関しても問題ないですし、まあね、今回ね、一戦使ったことでですね、まあ、上昇してきてるんじゃないかなと思います。そしてここがすごいの2つ目でございます。長く足を使える盛岡にぴったりということでございます。 UAE ダービーではですね、4角ね、4コーナーから2ゲームはもう使い前にですね、動かしていて、そしてね、直線ではね、もう徐々にね、こうギアチェンジをしていってですね、最後はすごい加速しての勝利ということでございました。ね、さっきコースのところでお話ししたように、内枠からコーナーで加速していけるっていうのね、そのポイントが盛岡コースのポイントなんですけれども、まあ、これがね、使える馬なんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、枠もすごいいい枠を引きましたし、コーナーから加速できるっていうこの盛岡の舞台ってね、この馬にはね、かなりぴったりなんじゃないかなと思って選出させていただきました。
まあね、TO ケインズとかね、コバがね、結構人気を背負うと思うので、このね、3歳馬ね、侮ってはいけないかなと思います。もうなんならね、一撃狙うことも可能かなと思いますので、ちょっとね、このままね、紹介させていただきました。はい、ということでね、今回地方競馬のシリーズ見ていったんですけれどもね、まあなかなかね、メンバーが揃ってて面白そうかなと思います。はい、このクラウンプラウドね、一撃放ってくれないかなということでね、期待してみたいとは思っているんですけれども、中央競馬もね、今週ね、重賞が4本ございますので、まあ、こちらに関しては、最終的な外競馬、データ該当馬に関しましては、出走馬が確定いたしました、ね、レース前日に、まあ、土曜レースですと金曜日、日曜の重賞ですと土曜日っていう感じで、レース前日に LINE にてお越しいただいております。下の概要欄からね、一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。あとですね、ヤギのサイト内では、重賞レースの外競馬ですね、こちら一覧化して載せております。もうだるい作業ね、外球どれだみたいな感じで調べるような、もうだるい作業はヤギが受け負っておりますので、まあ、皆さんね、自由に活用して予想に生かしていただければと思います。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は、日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして、最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。